アルトゥールカップアルトゥールカップはエストニアの作曲家スーレヤーンに出身1891年からサンクトペテルブルク音楽院でオルガンを学びさらに作曲をニコライリムスキー・コルサコフに支持した1900年に卒業後1904年から1920年まで南ロシアのアストラハンで作曲家として活動するエストニアに戻った後 タリン音楽院の教授見識者となった。弟子には作曲家のアバルト・アーブ、エトガル・アドなどがいる。彼は、ルドルフ・トビアスと共に、エストニア音楽の基礎を打ち立てたとみなされている。第二次世界大戦中に、ソビエト連邦がエストニアに侵攻すると引退して、スーレ・ヤーニに戻った。息子のエウゲンと、甥いのビリエムは二人とも、タリン音楽院で、アルトゥールに学び、作曲家になった。 作品には3つの公共曲、2つのオルガン競争曲、ピアノと還元楽のためのラプソディ、クラリネットとホルンのための競争曲、オルガンを使用した大規模な序曲、ドンカルロ、オラトリオ、ヨブ、独唱曲、森への道などがある。ありがとうございます。